声には人の体温があり物語がある。ラジオデイズ、ラジオの街で会いましょう。本日は2012年6月20日水曜日です。この番組は声と語りのダウンロードサイトラジオデイズが企画制作、キッコーマンとオリンパスイメージングの提供でお送りいたします。本日のパーソナリティは津田大輔さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして本日のゲストはアワープラネット TV 代表の白石はじめさんです。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、こちらこそよろしくお願いします。そしてアシスタント私浜奈美也子でお届けいたします。よろしくお願いいたします。そしてユーストリーム配信は暇な犬の皆さんによる映画のようなユーストリームとして評価の高いシネユーストでお届けいたします。最後までお楽しみくださいではお二人のお話の前に本日のゲスト白石はじめさんのプロフィールを簡単ですがご紹介させていただきます。白石はじめさん、ビデオジャーナリストであり NPO 法人アワープラネット TV 代表を務めていらっしゃいます。大学を卒業後テレビ朝日系列の制作プロダクションに入社し報道業務などに携わりました。1995年東京メトロポリタンテレビジョン株式会社に転職、議会番組のプロデュース、報道局のビデオジャーナリストとして取材番組制作に従事した後2001年8月に退社、フリーのビデオジャーナリストとして活動を始められました。その2ヶ月後仲間とともにインターネットによる市民メディアアワープラネット TV を立ち上げ、2004年5月に NPO 法人アワープラネット TV を設立し現在は代表を務めていらっしゃいます。今日は通称津田マガ、津田大輔さんのメールマガジンメディアの現場は常に新しいメディアを作るためとおっしゃっておりましたが、その津田大輔さんと実際にメディアを作られた白石はじめさんによる対談をお届けしたいと思っています。どんなお話になるのでしょうか。それでは津田大輔さん、白石はじめさん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にご無沙汰してます、はい、ということでですね、まずなんかもちょっとお話に入る前にですね、はい、この番組なんかユースト版なんですけど、はい、こういったなんかユーストオンリーの番組に出、他人の番組に出るのって結構久しぶりですか？そうですね、岩上さんのところ IWJ とかはありますけども、はいはいはい、意外とないかもしれないですね、はい、初めてかもしれない。普通のラジオとかならありますけれども、ね、この番組ももともとインター FM でラジオでもやってたんですけど、まあ、ユーストリームで今やってるっていうことでですね、なんかスポンサーがついてるんですよ。だからスポンサーついてるユーストリームの番組があるんだと思って、そうそう、すごいですよね。これぐらいしか知らないプロデューサー偉いみたいな。そうなんですよ、スポンサーがあってここにですね、スポンサーがキッコーマンさんということで、キッコーマンさんが出しているこの気分の豆乳を飲みながら今日まあ放送していくんですけれども、この目の前に、調整豆乳と無調整豆乳というものがあるんですよね。で、何気にこの調整と調整の両方の字が違ったりとかしてるんですけれども、これなんか味を調整したものとですね、調整してないものというですね、違いだけではないらしいんですが、浜さん、これそうなんですよ。よくご覧いただくと、調整豆乳と無調整豆乳は調整という漢字がね違うんです。で、無調整豆乳は整理整頓の整理で、調整豆乳は製造の整理という感じになります。無調整豆乳は原料が大豆と水のみ、成分を整えて製品化しているため整理整頓の整となっています。また調整豆乳は砂糖や油などを加えて味を作り上げているということで製造の精になっているんです。違い分かっていただけましたでしょうか？なんかこれあれですね、モンドセレクション金賞受賞ですね。なんかこの美味しい 無調整豆乳、うん、なんか割と美味しいっていうか、両方を飲むとこっちの調整がいかに味をつけているのかっていうのが分かるというかね、うんうんうん、生な、まあ、逆に言うとこっちの味を期待して無調整を飲むと、うん、んっていうぼんやりした感じみたいな。これでも好みすごい分かれるでしょうね、うん、私なんかこちらかもしれないですね。あ、僕調整豆乳の好みですね好みが分かれますね津田さんは調整豆乳、うん、まあ、でもこれそう、調整の方は砂糖とかやっぱ油が加わって飲みやすくなってるかってことなんでしょうね、うん、こっちはもう本当にそのままだけでやってると思う、はい、ありがとうございます、以上キッコーマンからのお知らせでした、はい、すごいな、ね、もう小さなメディアをやっているとすごいなと思いますよ ね、 こういうのが、まあ、これもかなりのスモールメディアだとは思うんですけどそうなんですよ。で、まあ、このラジマチって、大体ですね、まあ、初めてなんだかんだで
1年半ぐらいになるんですかね。あ、結構やってますよね。へー、でやってるんですけども、なんか出演した方に、まあ、特にあのテーマがあって話をするっていうよりかは、まあ、割とフリートークなんですけど、結構その方のその人生みたいなものでどういう経歴越し方みたいなものをですね伺ってですね、うん、なぜ今みたいなことをやってるのかみたいなのを、まあ、僕が伺うっていうところが多いんですけど、白石さんはそもそも出身どちら？出身は東京の多摩なんですね。多摩、はいはい、どの辺ですか？いわゆる何ですか、多摩市っていう聖蹟桜ヶ丘っていうですね、はいはい、ところで生まれ育って、はい、で大学までそこに、はい、おりまして、でその後先ほどにご紹介いただいたようにテレ朝系のですね、はい、まあ下請けなんですけど、今まあテレビ局っていうのはどこでも技術っていうのは全部下請けが入っていまして、うん、報道とはいえカメラマンは全員、うん、まあ、基本的に社員のカメラマンって一人ぐらいしかいませんので、うん、まあ、そこに私たち、まあ、同期6人いたんですけど、うん、入って。白石さんは早稲田ですよね。そうです、そうです。学部はどちらだったんですか？はい、学部はね、教育なんです。で、はい、で歴史をやってたんですけど、で、まあ、いろいろなところがあると思うんですけど、マスコミに興味を持って、しかもマスコミの中でもそういうテレビに興味を持ったきっかけとかっていつぐらいなんですか？それはですね、中学高校までは映画っていう感じだったんですね。あ、映像というか映画が好きで、芝居もちょっと興味を持って、演出家もいいなと思ってた時期もあるんですけど、まあ、割とそういう演出やりたいなっていう感じで中高はいたんですけれども、高校の時にフィリピンの黄色い革命があって、はいはい、あそこら辺で衛星中継を見て興奮しまして、うん、学校を休んでですねなんか動いてると、世の中が動いてるし、それが映像で見えると、今考えると NHK ってタハリール広場のなんか中継とかやってないじゃないですか、はいはい、24時間とか、うん、でも当時はやってたんですよね、うん、そのマルコス大統領が住んでるマラカニアン宮殿の前に人がわーっと集まって、うん、はいはい、で黄色いシャツみんな着て、うん、こう追い出すと、で最後マルコス、うん、ヘリで逃げるっていう、はいはいはい、それずっともう昼間もね、何の番組もせずに中継してたんですよ、はいはい、当時は。で私それ見て、中継ってすごいなってその時に、まさに歴史が動く瞬間に、そうですね、うん、でそれを見ていて、まあ、それまでは本当劇映画っていう感じで、まあ、フィクションの世界に興味があったのが、はい、でとりわけ私は実はアニメで、うん、アニオータのもうなんか走りじゃないですけど、のもう高校の時からどういうのが好きだったんですか？それでも普通に宮崎駿とかで、はいはい、宮崎駿よりラピュタとか、まあ、追っかけっていう感じで、はい、そうです、そうなんです、今明かされるし衝撃の事実、そうなんですよ、いや本当に宮崎駿に会いに行って会ってるし、はいはい、会ってるんですね、高校の時にすごいですよラピュタも前日から並んでて、はいはい、なんか補導されそうになって仕方ないから朝一で並ぶとか、もう本当に女の子としてはなんかちょっと珍しいとにかくアニメが好きだったと、うん、そうなんですよね。で今風に言うとまあ、やおいっていうか今だと BL っていうか、はいはい、あれをもう周りみんなやってまして、キャプテン翼とかそういうぐらいですよね。キャプテン翼です、もう本当にその時代なんですけど、うん、だからオタクスタートなんですね、はい、で、まあ、劇映画にも興味があってっていうところから、うん、なぜかフィリピンが登場してそこら辺からですね、現実ってすごいんじゃないかっていうふうに思って、うん、でそれのまま同時にだからそれを両方運んで大学まで行って、まあ一応そのオタクも持って現実すごいじゃんっていう両方を持って大学に入る、で大学に入ってから、はい、まあちょっと大学に入ってからちょっとアニメと漫画は捨ててですね。ちなみにでも早稲田を選んだのは何でなんですか？早稲田を選んだのも上智とかいろいろあるじゃないですか、全く興味がなくて、はいはい、早稲田を選んだのは、はい、やはり高校のね2年だったと思うんですけど、友達に連れられて学園祭に行こうって言って連れて行かれたのが早稲田だった。そこ角丸が仕切ってた当時の、そうです、もうわーって人がいるね、はいはいはい、昔の今のちょっと行ったことないから分かんないんですけど、それでやっぱり自主制作映画を見に行ったんですね。でその時にこのなんかこう普通の市場に載ってる映画と違う、うん、なんかいかにもアングラな大学生の映画を見て見せられて、うん、はい、これだっていう感じこれだって思ったんですねもう大学っていうのはやっぱりこういうなんかちょっとなんか締めっぽい世界がいいんではないかと、この大学に来たらそれがあると、そうでもすごいいっぱい人がいるし、うん、大学もの中に映画のサークルだけでも何十もあるじゃないですか。ありますよね、うん、でも、まあ、でもそういう大学って早稲田ぐらいなんですけどね、そうだね、他にはないですからね。とにかく
もうあの遊ぶためにはこれだみたいな大学時代に、はいはい、あの楽しむためにはもうこれしかないってことで、それで勉強して、だからあの1年浪人して早稲田に入ったんですよ、はい、で入って、まあ、さっきあのアニメとか捨てたって話だったんですけど、うんうん、サークルとかはどうしたんですか。あ、なのでやっぱり映画のサークルに入って、あ、はいはい、であのそれはシネサイクルハンズノっていう変な名前のでも歴史のあるあのサークルで結構いろんな人出してるんですけれども、うん、でそこででもね、そこで本当に才能に気づいたんですよ。私には劇映画の才能がないって。ああ、自分の能力として、はい、シナリオが書けないんだなってすごい分かって、はいはい、周りの人間あの友達とかね、まあいろいろシナリオ書いたりとかいろいろしてる中で自分がもうちょっとダメだなと。で役者もできないし、でもシナリオ書け、でも演出っていう才能は、うん、でもね、やっぱりまあ大学生だと自分で書いたシナリオ自分で演出するんで、大抵の場合はね。そうですよね。で、あのその頃ぐらいに自分の才能にはもうすでにあの見切りがつい、はい、ついたんですよ、はい、で現実を切り取るんだったらできるんじゃないかっていう。あ、やっぱりそこはじゃあずっとあのフィリピンの、あの NHK で見たものがまだずっと息づいていたんですね、大学時代。そうですね。でたまたまあの私歴史専攻なんですけど、はい、ベトナム戦争、あのすごい近現代史でベトナム戦争をテーマにしていたので、ベトナムに行ったりとか、で当時まだベトナムってあのアメリカと国交回復してない時だったんで、あのまだなんていうのかな、今みたいに誰もが行くっていう状態ではなくて、まあ、そこに本当に大学生の私がポッと行って、まあ、写真撮ったりとか。ちなみになんでまたそのベトナム近現代史をテーマに選んだんですか。なんででしょうね。あの、まあ、中国史すごい長、あの東洋史なんですけどね、はい、東洋ってすごい長くて、もう本当にあの脈々と東洋史ってあるんですけれども、あのなんですかね、まあ、そのベトナムの民衆なんでアメリカに勝ったのかなっていうのが素朴に疑問っていうか、まあね、何があるのかなっていうのは。そうですね、アメリカ負けましたもんね、あってですね、で、まあ、なんで戦争が始まったのかな、なんで終わったのかなっていうのがあって、であの実際にあの現地に行くと、で、まあ、いろんなとこ行くようになって、やっぱり、まあ、あの取材っていろんなとこに出かけてって話聞いてっていうのが、まあ、ベースにあって、なんかこれはとっても良さそうな感じっていうことで、まあ、大学時代にいろんなジャーナリストの話聞きに行ったりとか、そうそう、あの本読んだりとか、あれなんですね、そういうあの元々オタからスタートしているのに、うんうん、行動力はすごくあるんですね。そのいきなりだって会いに行くってなかなかできなくないですか、ジャーナリストに。あ、なんかだからもう宮崎駿に会いに行くぐらい、ね、あ、そうか、もう行動派のオタクだったんですね、もう高校の頃。そうです、そうです。もう中学校の時から一人ですごい旅行したりとか。そうなんですよね、うん、あの高校の時ももちろん、だから北海道一周とか。この人に興味があると思うと会いに行っちゃうんですね。会いに行く、うん、うん、あの場所もだから行きますね、日本も、うん、あの全国一人で大体。アポとかはどうするんですか、アポイントメント。あ、でももちろん有名な方とかだったらアポを、うん、取りますけれども、うん、でもあのいわゆるもうベースは旅行みたいな感じで、もう旅行は本当にどこでも行って、でも当時はなんか女の人一人で大学生とかだと割と断られたりとか、あの泊まれなかったりとかもあって、結構なんか北陸とか厳しいなとか思いながら、そういう思いがありますね。福井県ってどうして、あ、そう、なんか今福井の問題がすごい勃発してますけど、福井が一番泊まれなかったですね。あ、そうなんですね、本当に。あの、で大学時代にじゃあそのお会いしてたジャーナリストの方ってどんな方なんですか。あ、でもね、あの直接こう自分からすごい押しかけてっていうのはそんなになくって、やっぱりあの大学が早稲田なのでたくさんこう来てくださるじゃないですか、うん、あ、まあ、だからそれで、いろんな講演とかで来ますもんね、まあ、ありますしね。あ、で、まあ、人に紹介とか、はいはい、で、まあ、当時はなんか長倉ひろみさんって、はい、あのアフガニスタンの問題をずっとやってらっしゃる、うん、あの方に憧れて、うん、もうあの写真集いっぱい買ったりとか、うん、本読んだりとか、まあ、そういう意味ではやっぱりあの大学がそこに興味を持ついい、まあ、環境でもあったってことなんでしょうね。そうですね、環境的にやっぱり大学っていうのは、うん、だから今私も大学で教えてますけど、うん、あの全然授業なんかには出てなかったので、今の大学生はなんて真面目っていうか、なんていうかいいのかなっていうふうに思いますよね。あ、でもそういえばそうなんですよ、僕と白石さん同僚なんですよね、はいはい、あの早稲田の早稲田のジャーナリズムスクールがあってですね、そうなんです、僕も非常勤でそこで教えているので。そうなんですよね、いや本当に僕も全然授業に出てなかったので、そんなのがね、教えて、しかも院で教えていいのかなっていうふうに思っちゃうんですけど。そうなんですよ、私も大学院出てないもんですから、 今時のね大学院はやっぱり大学院出てない人ほとんど教えてないですけど、大丈夫かなと思いながら、あの、うん、やってますね。
じゃあもうちょっととりあえず、まあ、そういう中で、うん、じゃあ自分もじゃあ ビデオを使った現実を切り取るジャーナリスト方面に行こうっていうのが大学2年とか3年ぐらいには決意が決まった。そうですね。だからもともとやっぱり映像っていうか絵に、うん、あの関心があって、まあ、うちなんか母親が画家なんですね。あの絵描きなんで、その小さい頃から絵を描くとか物を描写するっていうのがやっぱりものすごいこう、うん、なんていうか